皆さん、おはようございます。おはようございます。ということで、本日はですね、はい、現代のモンスターストライク、こちらについてちょっと講義をしていこうかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ところで、デルノーチ君、はい、最近モンスターしてますか？最近は開いてます、はい、ログインはしていると。ログインはしてます。はい、ということで、今回はそんなデルノーチ君のために、はい、私がですね私が、現代のモンスターストライクの大事なね、3つの要素、はい、友情キャラ、運極キャラ、そして戦型の書についてね、今日は講師させていただこうかなと思います。よろしくお願いします。ということで、よろしくお願いします。お願いします、はい、はい、ということで、まずは友情キャラですね、はい、皆さん、最近強いキャラ何だと思いますか？ヘコくん、最近の友情で強いキャラと、はい、構える構える、そうですね、構える強いですね。それは知ってます。もう知ってます。はい、さすがですね。カマエルっていうとやっぱレーザーがね、うん、めちゃくちゃ強力なキャラで、まあ本当にレーザーバリっていうギミックがあったとしても、なんかちょっと他のキャラでね倒して、ちょっとしたやつだったら倒していけばもう、うん、ビャーっと画面いっぱいにねレーザー飛ばしてくれて倒せるということで、本当に優秀なキャラになってますね。ご天使最強ですよね。はい。そうですね。ご天使最強ですよ。はい。はい、っていうところで、カマエルめちゃくちゃ優秀ですね。でもね、カマエルだけじゃね、ちょっとね物足らないかなっていう、やっぱレーザーがね、レーザー張りが出ちゃうとちょっと辛いかなっていうところでね、結構自分が愛用してるのはね、まあ、マルタだったりとか、はい、あとはね、モッツァールだったりとか、はい、あとはね、でも最近はね、この砲撃で友情コンボが強いだけじゃなくて、なんかすごい友情の範囲も広くて、うん、誘発できて強いキャラっていうのもいるんですけど、誰か分かる人います？誘発範囲が広くて、うん、友情も強くてとか、サポートができてみたいなキャラ、爆発大体大きいと。そうそう、爆発がでかいね、核爆発 EL 持ってるキャラ3体ぐらいまでいるんですけど、はい、3体も3体新しく1体追加されましたね。え、新しく1体サポートで強そうなやつが追加されたよ。8周年であなたたちの出演していたボンクリであの時ね、あれなんですよ、ちょ、言い訳していいですか？はい、あのモンストニュースが流れてる間、はい、あの某右下のね、はい、人が新幹線間に合うかな、新幹線が間に合わないっつってずーっとうろうろね、ペコさんと一緒に見せたんですよ、うん、控室が隣だったからね、うん、もう一人の隣の人が、うん、ずーっと仮面を外した状態でうろふろうろしてるから全然ニュースが頭に入ってない。結局松田さんが悪いっていう。そうですということで、不良です。あー、不良ですか。で、ちょっと3体1体ぐらい誰かいけませんかね。ちょっと白爆か。はい、うん、エデンで止まってる。エデンで止まっとる。ガチャゲン、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 ガチャゲン。今回のキャラでさっきから欲しい欲しい言ってましたよ。ガチャ引いたじゃないですか。まず1体目は引けた？引いてないです。あ、アナスタシア。そう、アナスタシア。あ、素晴らしい銃。そう、アナスタシアね。アナスタシア、こいつね、実はね、なんかあの神殿ワンパンの方がイメージ強いじゃないですか。レーザーでピャッて飛ばして反撃でピャッて倒す方。あれも強いんですけど、実はね、貫通の方がね、砲撃型で、なおかつね、砲撃型で、なおかつ、全敵レーザー EL、 全部の敵に飛んでくレーザー EL を持っていて、これがね、あれと同じかな、ハーメルと同じ威力なんですよ、はい、攻撃型なんで、はいはいはい、で、なおかつ、しかも貫通で使いやすくて、しかも悪魔かつ EL 持ってるっていう、めちゃめちゃ強いじゃん。そう、めちゃくちゃ強い。強いですね。でね、即必殺つけると、この SS がね、味方の友情コンボにバフをかける SS を持ってるんですけど、初手に置いて味方3体触れると次の方にもう撃てちゃうんですよ。なるほど。だから本当にね、アナスタシア、もう貫通の方めちゃくちゃ優秀だから、もう、ぜひ引いてください。勉強になります。はい。あとはね、この白爆発、先生すいません、はい、白爆発か白爆発かという長年のテーマがある。それはね、そこはよくコメント欄に書かれます。線型線形白爆発白爆発、はい、もうお好みでいいと思います。なるほど、造語ですし。はい、それぞれのモンスターがあるということでいいんじゃないでしょうか。ケコさんどちらですか？私はそもそも読めないんで。読めない。そこら辺振り仮名お願いします。はい、まあ、これはもう各々の読み方でいいんじゃないですか。はい、あとはね、まあ、最近だとパック。あ、パック受信化しました。はい、
がいますね。で、あともう一体が、ペルセウス。あ、ペルセウス。はい、ペルセウス。はい。こいつらがね、友情アップっていう。はいはい。はい。マルタの相方ですね。そう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 。マルタの相方としてね、もう一世を風靡したペルセウス。はい、で、8周年ね。あなた方が出演していた方が。バックね、重心からこいつを友情愛持ってると、はい、これの倍率が 1.25 かな、確か合ってるかな、なるほど合ってますよね、ルーは1.25 倍で、まあこれが遊撃エールと同じなんですよね。はいはい、そうそうそう、遊撃エール熱き友情の力エールと同じということで、まあ非常にね、いいと。なるほど、はい、分かりました。さらに勝負もできるということで、強いと覚えておきます。というところが、まあ現代の友情キャラのテーマですね。だからこの誘発範囲の広いキャラたちと、砲撃型、その後で発戦キャラ書出てきますけど、超砲撃型にすることによって誘発の時の威力を下げずに出せるキャラたちを詰め合わせて戦っていくというのが現代のモンスターストライクの友情キャラになっております。わかりました。マルタをなんか押すと、うん、否定する人がコメ欄に現れるって聞いたんですけど、そうだね、めちゃくちゃ多いめちゃくちゃに多いこれは待て、謎ではあるけど、まあ、サムギのモンスト7不思議。そうそう、7不思議。でも俺はね、やっぱマルタ使いますね。結局、ね、一番使うのは、なんか、カマエル1体に、マルタ2体に、アナスタシアみたいな編成。これだとレザバリが出ても、まあ、こいつら2体レーザーで止まっちゃうんですけど、その雑魚を結構マルタがやってくれてみたいな感じで、あの、全体的なことを考えると、一番安定度高いのかなっていうのが。まあ、全敵だし。そうそうそう、マルタ全敵だからね。そこがやっぱね。安定とか何ちゅうか絶対やってくれるっていう安心感。マルタの厳選まではちゃんとやってました。お、えらいフレンドの人は知ってると思うけど、はい、そうそう、ちゃんと俺も使ってやってるさ、マルタというところが現在の友情キャラについてというところでした。はいはい、はい、ちょっと疲れた先生、大丈夫ですか？先生、見せても大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫です。申し訳ございません。キャラ何ですか？今の水でしたか？水です、水です。某料理チャンネルで、魚砂漠系の料理某チャンネルで料理チャンネルで見るような銀色のやつですか？銀色のやつが見えたりとかしそれは質問好きな、ああまあまあまあ、あれだから、まあなるほどなるほど、うん、ということで運極キャラについて次話していきましょうか。運極キャラ、まあ今ね、まあ、ガチャゲー運極作る人もちょっと増えてきたのであれかもしれないんですけど、うん、まあ降臨キャラね、強いキャラが今めちゃくちゃ多いんですよ。はい、はい、それこそね、さっきフェコさんのチャンネルで線形解放をしたキャラ、うん、何でしたか？うん、イグノー。そうですね、イグノー。イグノーはね、またちょっとね、ここで出てくるんですけど、うん、あの砲撃型のね、重心化のキャラなので、あの超砲撃型にすることができるんですよ。はい。そうそうそう。設計の書。そう、超砲撃型にして誘発時ね、威力を下げずに出すことができる。本当だったら 50% カットされちゃうところがそのまま出せると。はい。いうことで非常に優秀なキャラ。あと強い運極のキャラ誰か言える人いますか？まあ、めっちゃ最近なんですけど、うん、もう作ってた人だったらダウト。あ、ダウトね、ダウト、ダウトの友情コンボ、エナジーボールね、エナジーボールが、まあ、新というか3周目豪絶ってことですか、うん、つまりは1巡目がシュリンガールでしょ、はい、2巡目がモラルでしょ、はい、3巡目がレクイエム、4巡目がディビジョンなんで4巡目ですね、うん、4巡目豪絶ですね。4巡目豪絶、最後ね、属性順を無視して最事故に入ってきたのがこのダウトで、はい、エナジーボールね、全方位の友情コンボも強いんですけども、このエナジーボールがめちゃくちゃ威力高いと。使ってるとこは見たことありますか？ないです。ないですか？ディビジョンで止まってます。うん、じゃあちょっと後でマルチしましょうなるほど、めちゃくちゃね、もうなんかね、ちっちゃい球を飛ばすんですよ。ちっちゃい球を飛ばして、それがね、あの敵に当たると拡散すると、めちゃくちゃ広い範囲。もともとこのキャラがね、デマとかそういう元ネタだから、ちっちゃいデマからどんどん拡散する現代のね SNS を表してんじゃないのかな。出たー、先生のお得意な分野はい、大好きで見てます、それを。お、ありがとうございます。っていうのがダウトですね。はい、で、あと他に、あともう一体ですかね、有名どころで言うと、豪絶ですか？豪絶です。豪絶はあともう一体ですね。めちゃくちゃ強い。もう今本当に一番強い。一番強い。一番強い。もしかしたらアンフェア？アンフェアでございます。アンフェア不平等のね。アンフェア。全ては否定的な名前が多いですね。そうですね。ここはね、このシリーズはそうですね。うん、アンフェア。
アンフェアはね、デルノーチを否定されてるような気分になる。アンフェアはね、これマーキングボムっていう友情コンボ持ってるんですよ。ゴンフリの人選がアンフェアだったみたいな。誰が言ったんすか。ちらほら、そんな。ちらほら、聞こえてくるんで、うん、これマーキングボムっていう友情コンボ持ってるんですけど、はい、まだね、このアンフェアって川型なんですよ。ほう、川型といえばオア型じゃないですか、うん、ね、デルノーチさんがね、まあ、はい、めちゃくちゃやった時代、多分オア型って言われて、ね、友情コンボが弱い、うん、ね、足もすぐ止まっちゃうと、はいはい、減速率が高いとか言われてましたけど、このアンフェアはまさかの友情コンボで覇権を握っている、もう歴代でも珍しいパワー型のキャラ。うん、もうこのマーキングボムっていうのがもうぶっ壊れ、もう敵につけてもバン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 爆発していくんですけども、威力も高いし範囲も広いで、味方の誘発もできるってことで、もう文句の言いようがない。マーキングボムは結構前からありますよね。マーキングボムは前からないですよね。ないです。不安になってやっていただきたい。ボムスローとかね。はい、ということで動画の途中なんですけど、ちょっと映像が乱れてしまったので、次のシーンに移るまでに紹介したことを話していきます。で、説明したのが線形の書の部分です。モンストにはバランス型、パワー型、スピード型、砲撃型という4つの線形がありますが、重心化界のキャラならもともと、重心化のキャラなら線形の書を使ってあげることによって超線形を解放することができます。で、それぞれの超線形の効果がこんな感じになってます。で、特に復帰勢の方に注目してほしいのが超砲撃型と超バランス型です。超砲撃型は言わずもがな誘発された時の友情コンボの威力が半減されずに出すことができます。なので、さっきの話に出た誘発効果のあるキャラたちとの相性がめちゃくちゃいいです。で、続いて超バランス型なんですけど、1年ぐらい前にやってた方はなんで超バランス型が強いのと思われるかもしれないんですけど、実はこいつが情報修正されてぶっ壊れました。どこが情報修正されたかっていうと、有利属性に対して殴りも友情コンボも 5% の上乗せがされていたところが、なんとこちらが 20% に跳ね上がりました。これだけでもかなりヤバいんですけど、超バランス型には裏仕様があって、クエストの属性倍率が上がるほどこの超バランス型の倍率も上がるっていう仕様があるんですよ。なので、この 20% っていう数値も豪絶の40目だったりとか、めちゃくちゃ属性倍率の高いクエストではなんとその倍率が約 50% アップまで跳ね上がります。なので、友情コンボで攻略するような低難易度のクエストでは超砲撃型がめちゃくちゃ強くて、逆に豪絶のような難しいクエストで属性倍率が上がっているところっていうのは超バランス型がめちゃくちゃ強いっていう形に現状なってます。ということで、本編の方に戻ります。どうぞ。赤になった。赤になりました。赤です。ということで、もう2キラー 1.5 倍ね。やばいと。やばい。何でもじゃあキラーがつけられる。そうそうそう、だからバサラとかはもう本当に恐ろしいですよ。あ、バサラバランス型ですよね。バランス型で、まあ、これ、まあ、高難易度、こういうところね、うん、難しい難易度の基礎性いったら、まあ、その超バランスだけで 1.5 倍、うん、で、パワーモードっていうね、自分のターン動くまで 1.5 倍されるアビリティがあるので、それで 1.5 倍で、属性キラー持ってるんで 1.5 倍で、もう計算したくないですけども、強すぎる。はい、 1.5 倍参上されるというやばいやばいキャラになってます。やばいですね。そうっていうのが本当に現代のね、モンスの挑戦権の大事さ、はい、で、あとはまあ本当にね、こういう超バランスを持ってるキャラにもね、なかなかヤバい奴らがいまして、うん、例えばね、レムだったりとか、うん、1号、2号だったりとか、はい、こういったキャラね、もう皆さんわかりますね、もうその辺はちゃんと持ってます。はい、やってなくても、やってなくても持ってる。大事っす。こういうバランス型のキャラ、あとは、リヴァイとかもか、リヴァイとかね、ここら辺が、まあ、いわゆる SS がワンパンしやすいみたいな、うん、敵が撤退する前にダメージをガーって稼げるようなね、感じの SS を持っているキャラで、もう本当にワンパンがしやすい。しかも高難易度だからね、やっぱワンパン狙いに行くのは高難易度なんで、そういう属性倍率も受けつつ、もうこの 1.5 倍に近い数値で殴れるということで、もう現代の本当に欠かせない重要なコラボキャラたちになっているというのが、ちょっと今日のお話でしたと。いうことで、ありましたね。これは復帰勢にとってはね、汚ねえな。汚ねえよこれ。いや、でも本当にね、だから、まあ、バランス型と攻撃型が大事なんだよ。線形の書はこの2つから使っていくことをお勧めするというところでした。はい、勉強になりましたかね。なりました。はい、今回の覇者の塔でもらえるやつは、はい、そこに振っていきたいと思います。いや、残念ながら全部もらえちゃう。はい、ということで、
本日はここまでといたします、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイ。